はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間です。申し遅れました。私パーソナリティを務めさせていただきます局長のノリと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はシャナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のミュージシャンをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そして明るく他の誰かを応援するチームコーナー、他のコーナーなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 投稿番組です。はい、ちょっとさっきカンペ書くの忘れましたね。はい、はい、ということで今週は、はい、今週はいよいよ、はい、いよいよあの浅川マラソンを終えて帰ってきた、はい、チームアホのお二人がイエイがあはい、もう生の感想を登場しますよ。皆さんにお届けに来てくださいました。うん、はい、もう椅子がね、ね用意されておりますけれども、はい、もうね顔見た瞬間にね興奮しちゃって興奮しちゃって、もうね、お二人ともね真っ黒に日焼けされてね、ねさすがにね、うん、本当にあのちょっと顔お顔はね、はい、いつもの生き生きさは、うん、はい、まだ時差ボケが残ってるかなって、それはおっしゃってましたね、ねいう感じで、っていう話はね、うん、でもね、うん、もうそのねいろんなものをこの後お見せしたいんですけどね、はい、あのその時にいただいたものだったり、はい、その時の映像だったり、はい、はい、持ってきてくださったので、はい、CM 明けのお届けしたいなと思っております。はい、ね、すごいですよね、はい、うん、チームにチーム部門、チーム部門、世界に、うんうんうん、そして、スピリッツ大賞アワー、スピリットアワードスピリットアワード、はい、綺麗に発音してごまかそうと、ね、ごまかしました。すいません、はい、ねえ、もういただいたということで、はい、で私たちがあの先週にねお届けした情報っていうのは、うん、まだあのね、いろいろ文字情報でお知らせいただいてた情報だったので、はい、今日はご本人たちから正確な情報ね、はい、正確な正確なね、正確なのね、はい、何言ってるんですか、ね、はい、情報をね、はい、ご本人のお口からお伝えしていただきたいと思っておりま す、はい、ですよ、はい、ワクワクして待っててください。ドキドキワクワク、はい、はい、その前に、はい、CM の方をご覧ください。どうぞ。言ってましたね、それ、はい、食っちゃいました、ね、それはスタートマジでしょマジでしょ、ね、やりましたね、浅川砂漠マラソン、ね、はい、すごい真っ黒な、分かりますかね、今週の黒いよね、うん、ロドリゴです。ロドリゴ、病気なロドリゴ、ロドリゴ、ロドリゴ、ね、あれ中継の時に出てきてますので気になるあなたは再放送ご覧ください。はい、ね、うん、お二人は、まあ参加されたのが何名で、はい、チームは、僕らは6人で参加、6人で参加、うん、はい、で総勢の参加者っていうのは168名かな、8名ですね、すごい、世界中から、世界中から37カ国から、はい、ね、もうそのチームアホの出場するっていう話を聞いたときに、まあなんて物好きなって思ってたんですけど、その通りですよ、世界中にいるんですね、世界中にいるんですね、いるみたい、ずれてる人がいっぱいいました、ずれてる、ね、で、まあね、あのお話をお聞かせいただきたいんですけど、見ていただきながらね、そうですね、お話を順に映像をしていただいた方がね、分かりやすいと思う、今回 GoPro を、そうなんですよ、ね、はい、でもう現地の様子というかレース中の様子をね、うんうん、あのカメラにバッチリ収めてきてくださってますので、ね、中継の時にね約束してくださった通り、うん、ちゃんとお持ちくださってるのでそのね映像を見ながらね、はい、はい、まあ、あのお届けしたいなと思うんですけど、まず1日目、うんうん、はい、スタートの前に
ちょっとね、結構あの現地に入った時点で体調を崩されたりとかって。ああ、もう ね、僕とかそうでしたね。うん、そうですね。いや、でもあれはもうね、実際丸2日かかって移動するので、飛行機で。遠いんですよね、ほんと日本から丸…真反対？真裏、ね、うん、なんで普通にアメリカとかでも十何時間かかるんですよ、ね、そうで、カナダ経由で行ったので、うん、カナダ、そうですね、12時間で、待ち時間は3回飛行機乗りました。へぇ、で、その飛行機の中で、盗難事件が、そうですね、そんな事件があるんですね、みっちゃんですね、はい、ね、ちょっと、ね、シューンとなる感じなのに、すごい明るく、ね、はい、お知らせしてくださって、うん、中継の時には、はい、はい、で、現地に着いてスタートまで何日ぐらいあったんですか？1週間ありましたね、ちょっと早めに入ったんですよ、今回、うん、それはあのね、もう山がメインだったので、はい、あのもう空港着いた場所がもう標高 2400m ぐらいですよね、うん、あ、うんうん、富士山で言うと6合目なんですよ。もう空気薄いんですよね、その時点で。薄かったですか？薄いと思いますよ、あの王ちゃんの人間性よりも薄いぐらい。わかりやすいです。結構薄い。結構薄いですね。そうです。で、じゃあもうその時点でその標高でちょっと、うん、あの高山病的な、いや、なりましたね、僕ちょっとなりましたね、うん、朝方やっぱりあの、寝てる間にね、うん、呼吸が浅くなったりするので、朝方ね、頭が痛くなったりとか。あ、1週間ぐらいおったらとりあえずその環境にはなれるもんなんですか？なんか慣れましたね、あれ正解ですね、早く入ってですね、体慣らすのにね、2400m の場所にずっと1週間ぐらいいたんですけども、うん、大会は 3200m からスタートなんで、もっと高い、ただ 800m 上がるんですね。3200m っていうのは富士山7合目ぐらいなんですよね、うん、7か8ぐらいなんですよ、ラインに。でそこまで行って、そこで1泊してからスタートなんですけども、うん、あの全然ホームページで情報が言ってるよりもすごい寒かったんですよ。あ、私はもうめっちゃ寒いなと思ったら、次の日結構寒かったね、マイナス3度だったよ。一番高くなって何度ぐらい？40度ぐらい上がってました。昼間はね、40度ぐらい、40度近くまで。ガッコンガッコン。それだけでも大丈夫そうですね。いや、本当そうですね、あとね、あのめっちゃカラカラなんですよ、うん、乾燥が、はい、すごい。すごいでしょ。あの普通だったら汗いっぱいかくじゃないですか、こんなレースじゃ。もう乾いてるんですよ、T シャツとか。そうか、あ、汗かいた尻から乾いていくわけですね。全然汗かかってないんですよ。汗かいた感覚がないまま汗かいている。そう、水分だけ奪われていく。そうなんですよ。気ぃつかないですよね。唇ももうすぐバリバリに割れてる。へー、その、ね、もうワセリン、うん、もういっぱい塗って、鼻の中も塗らないと、うん、あ、乾燥したらね、すんごいちびるんですよ。毎日鼻血ですね、うん、そうなん、毎日鼻血ですし、いや、もうそうですよ、ね、どっから出てくるのっていうぐらい、あの、お鼻くそがいた、お鼻くそが、お鼻くそが、はい、お鼻くそがいたら、痛で、しまう状況でした。でもそれね、まあ、一応体も慣らして、まあ、スタートになりました。どうでしたか？1日目はやっぱりその全員で、はい、同じ、どんな感じかって様子、一人一人ですよね、うん、本当に分かんなかったの で、まして初日って僕とか背負っての14キロ以上あるんですよ、うん、そう、14キロ以上背負って37キロぐらい初日歩く、もしくは走るんですけども、それだけでも重いんですが、朝寒くて日中は40度以上上がって、でまた暗くなったら寒くなってっていう、その、まあ、体調の変化もありつつも、どうしてもやっぱみんなで揃っていくので、チームの条件っていうのは25メートル以内なので、うんうん、離れちゃいけない、そう、うん、なんでこう、まあ、午前中はねみんな体力あっても、後半過ぎると日中も暑くなってくれば、うん、速度も変わって、でも個人差やっぱ出てきたりするので、うん、どうしてもその女性の参加者みっちゃんが一番後ろで、うん、どうしても離れていったりするときがあるので、うん、そういうのをみんなでこうみっちゃん荷物を分けたりして背負って、うん、歩いていったっていうのはありましたね。本当支え合いながら。本当そうですね。ね、一人だったら一人ですごい大変なこと多いんでしょうけどね、チームだったらチームで、そんなね、うん、他の部分でね、やっぱり支え合うっていう大変なところがね、あるんですね。まあでもそれでも元気よくスタートして、うん、1日目ってどんな感じだったんですか？アップダウンってあんまなかったですよね。アップダウンあんまなかったですね。なんかあの本当に、まあ、ゴツゴツした岩場から始まって、うん、
と砂漠やけど。そうですね、砂漠ですね。まあ、あんましなんか日陰、木陰がないんですよ。砂漠って言ってもそのなんか砂サラサラの砂漠じゃなくて、本当にこう土がこう一回濡れて固まってなんかこうパリパリ割れてるみたいな、あんな感覚の、うん、砂漠が本当にずーっと続くような感じですよね。まあ、どういうの歩きにくい。足取られちゃいますよね。一日もでも必死であんま覚えてないかもしれない。景色的にはめっちゃ絶景ですよ、ね。いやもう最高でした。何にもないし、もう空もね。空の青さが最高でしたね。真っ青ですね。ですね。夜はね、もうね、流れ星何個も見ましたよ。あー、いいなー。何十個ったほうがいいですね。毎日。天の川もね、もう毎晩。はっきり見えんで。本当に、あ、こういうこと言うんだな、こうやって手で届くぐらいの星っていうのは、こういうこと言うんだなっていうぐらいすごい綺麗に。あ、映ってたのね。空気がやっぱり進んでるので、うんうん、なんか天文台とかもすごく多くて、本当に星を見る多分世界で一番綺麗なところって言われてるぐらいの、へえ、ところ。めっちゃ長いの見てましたね。すごい長い。じゃあ昼間に疲れたのをちょっとそれで癒される感じ。癒されますね。じゃあ一日はそんな感じで、で二日目は。2日目はあれです、川入りますね。朝から川ですね。川、砂漠に川があるんかって、ね、ね、思いますけど、うん、結構もう標高が高いのもあるんですけど、そこ以上に高い山々がこう連なってるんですね。6000メートル級の山が連なってて、やっぱそこには雪が積もるので、うん、雪解け水が流れてるので、なんかそのすごい暑い中、水はめちゃくちゃ冷たい。冷たかった、ね。そっか、もうわけわかんないですね。わけわかんないですね。もう足ズブズブですし、キンキンでしたね。ねえ、まあ、結構じゃあ渡る回数も10回以上ですね。いや、結構も結局最初はキャー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 言ってて、まあ濡らしたくないみたいな感じで遊んでたんですけど、ね、楽しいって言ってたんですけど、もう飽きてきて、ねえ、もういいじゃん、まだ渡らすんか。結構何回もあるんですか、ね、結構ありましたね、うん、膝ぐらいまでもあったので、結構あるね、うん、え、流れとかは。いや、意外にね、早かったやつ見たかった、はい、ね。じゃあ膝まであって結構流れ強かった。うん、ちょっとね、怖いですよね。そうそうそう、怖かった。そうですね、意外にあるからびっくりした。ちょっと慣れちゃったんで、うん、なんかもうひょいひょいひょい言ってたらもうこけたんですよ。いや、めっちゃ痛そうでしたね。あれはね、強烈でしたね。もう進めないんじゃないかっていうぐらい強打して、左の膝を、どこで打ったんですか。こう川にこうズブッと入った時に、こう流れが速いので、そのままこうずっと持たれて、バーンって打って、荷物ごと、荷物ごと、うわ、だからもう本当にお尻まで全部使って、ちょっともうしばらく動けなくて、川入ったと次山、すごい山に、さっき言ったアップダウンが多い日やったんですね。すごい山に登って、なんかトンネルくぐったりもしながら、ですね、みっちゃんが山の登りがすごい速度落ちるんで、そういうのは僕がリュック背負ったりして、で一緒にサポートしたりとかしてます。みんなで声かけ合ったりします。すごいですよ。ただでさえ自分もね、荷物十何キロあるのに、みっちゃんの十何キロの荷物を前に持って、で、温度が立ったか立ったか行きますから。すごいなぁ。よく食ってましたよ、ほんとレース。お化け物ですね。お化け物ですね。お化け物ですね。お変態、お化け物。お変態、お化け物ですね。最低なことですね。お最低でございます。お最低です。褒められてる。いや、でもね、あの、やっぱ映像映ってると思うんですけど、めっちゃ景色綺麗ですよ、山から。すごい。ちょっと日本ではありえないようなね、そのコントラスト感ね、すごいですね。アルパカ見た時はもうテンション上がります。アルパカいたの？アルパカいるんですよ。野生のアルパカ、ラクダとか。すごい。可愛かったですね。ね。これ何やろ、あれ何やろ、あれアルパカちゃうか。すごい、野生のアルパカとか。めちゃくちゃテンション上がりましたね。普通に日本で生きてたら見られる。見られない。じゃあ2日目は結構アップダウンが強くて、2日目何キロぐらい走ってるんですか。44キロ、1日で44キロ、うん、で、3日目に、人命救助したんですか。そうなんですよ。ああ、そうですね。そうそう、まあ、ことのことは僕がちょっといろいろあったんですけども、うん、まあ、いつもギリギリランなんです。チームアフォは本当最下位の方でずっとゆっくりゆっくり行ってたんですけども、うんうん、前で、毎回チェックポイントが何箇所かあって、はい、そのチェックポイントで、
僕らを待っててくれた日本人の選手がいまして、うん、まあ、そんな風に言っていただけたら、じゃあ一緒に頑張っていきましょうと思って、一緒に進んでいったんですね。でもちょっと熱中症にかかってたのか、やっぱ体調崩されていて、あんまり思うように速度が上がらなかったので、僕と一緒にメンバーのマサと、その日本人の男性の方 のリュックをサポートしたりとか、まあ、リュックを僕背負ったりとか、そうそうそう、でマサがその人の腕を持って一緒に合わせたりとか、まあ、いろいろやっていくんですけども、やっぱちょっとこう体調がやっぱもし戻らなくて、もう動けなくなってしまったんですよね。でそれでこれちょっとあかんかなと思って、もうメディカル医療を呼んできますって言って、まあ、すぐ走ってって、で、まあ、英語で何かジェスチャーして伝えて、でそのスタッフがその人のところに行って、結果的には点滴を受けて元気になったんで良かったんですけども、まあ、そんなこともありつつ、その日ってもうみんなバラバラになってしまったんですよね。僕はすぐメディカル医療を呼ぶのを走っていって、でみっちゃんもやっぱ自分がその体力的に遅いって分かってた分、私も早めに先に行くって言って、まあ、後で先に合流して、でそのマサはその男性にずっとくっついて、大塩さんも山一緒に行ったの、山部も一緒にそのままでレスキューが来るまで行ってて、結局レスキューってのすごい遅かったんですよね。1時間以上来なかったんですよね。あ、砂漠の真ん中っていうところが車とかバイクが入りづらい場所だったんですよ。あ、なるほど。結構なんかね、そういう危険と背中合わせやから、そういうレスキュー隊ってすぐ来れるようになってるのかなと思って、ああ本当思ってたんですけど、ね、もう来ないし、うん、でもそのね男性の方もすごく心配で、うん、大丈夫かなって思ったんですけど、まあ、首都トナカワフのところに今いるかなっていうですよね、実感をすごく、ね、沸かせていただいて、手遅れになる可能性もね、本当に、うん、危なかったですよね、あれ、ね、まあ、全然本当に日陰がない場所だったので、本当に良、まあ、かったなって、命に乗らなくて良かったなっていうのと、やっぱりそのみんなバラバラになってしまったので、自分が先に行って他のメンバーがやっぱ早く来るようには伝えてたんですけど、なかなか来れてないから、これチームとして大丈夫かなってちょっと思ってですね、チームの条件ってその3人がチームなんです。3人以上いればチームなんですよ、うん、はい、1人でも欠けてしまったらもうチームとしては7人たまるんですね、うん、で今その時代僕とみっちゃんしかいなくて、あと、うん、の3人はまだ来ない、うん、だからそれはちょっと大丈夫かなと思って、ね、ギリギリまで待ってたんですけども、それでもまあ来れなかったんで、とりあえずもうメンバーを信じて先に行こうって言ってですね、暗くなる中でゴールは見えるんですけども、すごいその日はなんか遠回りするような道のりで、アップダウンもあったんですよ。ほんで制限時間その日8時までにはゴールしないといけないところを、もうまた僕もこれやばいと思って、みっちゃんのリュック背負って、もう最後のもう1キロぐらい走るぞっつって、走って絶対諦めんなよみたいな感じで走って、2分前にギリギリセーフで入ってます。とみちゃんギリギリ入ってですね、でそこでそのスタッフとかいろいろその状況説明していくうちに、まあ、人命救助してたということで、後でそのイタリアとかじゃなくて、また明日からもメンバー同士みんなで走れるよって言ってくれて、ホッとしてですね、大きいですよね、1時間半ね、1時間ちょいって、いや僕らにとってはもうめちゃめちゃ大きいですね。そうか、でもじゃあそれで無事に4日目に走ることができて、なるほど、もうすげえ、お化け物すげえ。すごい、でもきっとね、どこかで何かそういうことをまた逆にしてもらう時が来るんでしょうね。そうですよね。本当に嫌ですよね。で、まあ無事4日目スタートを迎えました、はいはい。で、4日目はどうでしたか？4日目ね、もうそれはもう、もう午前中からドラマですよ。まあ、僕自身が1日目の本当にレース終わった後から食べれなくなって、ご飯をね、食べれなくなって、もう胸のあたりがこうムカ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 、ご飯食べれなくて、初日は本当に何も食べずに寝て、で、朝起きて、まあ、ご飯食べれたんですけど、その2日目終わった時点で、ただご飯が食べれなくなって、で、吐いたんですよ。で、まあ、ご飯食べなきゃエネルギーがないので、じゃあそれを
じゃあどうやって補おうかみたいな感じで、まさかそういうドリンクタイプ、なんかマサはブログやってて、ブログの読者さんがこれを飲んどけばエネルギー切れないよっていうので、なんかこう独自に開発したスポーツドリンクみたいなのを調合してですね、作ったのがあって、まあ、それを飲んでればエネルギー切れがないっていうので、それだったらまあ飲めるなと思って、まあ、飲ませてもらって、で、まあ、3日目の朝、まあ、ちょっとご飯を食べて出たんですけど、もう3日目の午前中に血尿が出て、血尿ってどういう意味ですか？人生やぞ、血が出る、血ですよ、血のおしっこ、そうそう、もうおしっこってに血が混ざってるんじゃなくて、本当に血がそのまま出てる感じの状況で、うわーってえらいことが体の中で起こってる、うわー、そんなことがありながら、ちょっとまあ水分とかいろいろ足りなかったかなと思いながら、こう水分をやめに取るようにして、まあ普通、まあだんだんこう押し込ます、ああ、なるほどね、ちゃんと戻るんですけど、あれですよ、もうそうなったらね、なんかおかしくなってるので、夕方あたりにおしっこしたいと思った瞬間にちょっと出てるっていう、初めてお漏らしをしたんで、服があったりとかして、まあでもすぐ乾きますからね、しかもお風呂入ってないから、もうそんな匂いしてるんですよ、もともとそんな匂いしてるんで、なんかもう立ったらええかなみたいな感じになってる、アンモニア香臭みたいな感じ、そうですね、みんなです。で、まあそんな状況で、まあ、結局3日目の夜も、うん、食べれず、うん、また夜中吐いて、うん、うわで、4日目の朝は朝からもうあんまり何も食べれなくて、うん、っていう状況だったので、4日目のそのスタートしてから、うん、すぐにですね、もうエネルギーが切れて、しかもこう初めこうすごい砂丘から始まるところだったので、そこでエネルギーが切れて、でそれ見かねたポーちゃんが僕の荷物持ってくれて、でも荷物持ってくれてるのにこんな軽い状態なのに足が前進まない、もうその状況がもうなんかもうすごく悔しくて、でまあそう進んでる間に本当に10時半かな、チェックと第1チェックポイントまで10時半までにたどり着かないといけないんですけども、うん、その途中で10時半を迎え、なんかもうそうなると気力が切れてしまって、気力が切れるとその痛めたこの左足が痛くなってきて、なるほど、気力でも持ってたんですね、そうですね、でなかなかこう進めない状況の中で、それでもやっぱこうちゃんはこう待っててくれたんですよね、ですごく最後チェックポイント前がすごく急なこう坂道 でそこをこう手伝ってもらいながら降りて、まあ、チェックポイントに何とかたどり着いたんですけども、さあじゃあどうするっていう時になって で、まあ、チェックポイントの、ね、スタッフが言うには、何かこう食べなければここから前に進ますことができない、でもちろん、まあ、食べれない中で、まあ、要はそういうふうなこう食べれるので、そうです、まあ、食べれるのは食べれるんですけど、ただ足も痛い、気力も切れて、体力も切れてる、でその次の第2チェックポイントまでが14キロかな、うん、今までの中で一番長い時間、距離なのに、その時間がね、その第1チェックポイントはもう OK になったんです、進んでいいよっていうことになったんですけど、タイムオーバーだったんですけど、でもその第2チェックポイントまでの時間は融通が効かせられない、なるほど、一番試練の欲感なんですね、そうですね、だからその中でじゃあ自分はどうすべきかっていうところすごく悩んで、でこのまま僕が行くとチームごとアウトになってしまう可能性でもやっぱりすごく高かった、今までにないようなこう駆け足以上の多分スピードで行かないと間に合わないようなレベルだったんで、まあ、そういうこともあって、まあ、リタイアを選択して、なるほどね、でももう本当にそのリタイアの、ご報告っていうのね、戻ってから皆さんにされたのを見てからも、ね、私たちからしたら逆に、なんかありがとうございましたんだなって、ね、あれなんでしょうね、だから逆になんかね、文字見ながら拍手してたんですよ。そこまで人間の自分の限界にね、挑むことなんてそんなないですからね、本当に決
にを出しながらでも、うん、ギリギリまで追い込んでやってるんやっていうのが本当に本当に伝わってきちゃったんですよね。いやーもうやっぱ応援してくれてる方がね、その場で運んでくれたなっていうのがすごい思いますね。この話を全部聞きたいところになってきて、はい、お時間がねちょっとなくなってきたので喋りすぎたので、ね、この続きはね、次週のチームアホのコーナーでお話、はい、またお話ししていただきましょう。まだゴールしてないですよ。まだゴールしてないので4週目までのところね、はい、今日は、はい、お届けできたということで、はい、はい、ということで、続きは、はい、次週にお楽しみに喋りすぎた、ごめんなさい。どうもおかえりなさい。はい、ということで、うん、ねえ、ね、ずっと聞いてたかったけど、いやもう面白い話ばっかりだから、うん、ずっと聞きたかったよ。どこの人だよ。 ねえということで、はい、まあ、この続きはね、次週をお楽しみになさってください、はい、ということで、いよいよ今週です。今週です。はい、10月31日は10月31日は飛び出しちゃった TV スターということでね、高速道路の方で、はい、晩の6時まで、はい、今週の土曜日です。はい、うん、公開収録イベントとともに40以上のブース出店、40以上のブース、はい、はい、45、6ブース、はい、はい、と、まあ、スタートに、はい、数限定、数量限定、お子様限定、はい、おもちゃじゃない、お菓子あげちゃうよーからよー、ね、イベントの最後には、はいはい、プレゼントの抽選会もありまして、はい、もちろん入場無料、無料、はい、ということで、うん、1日ね、はい、大人から子供まで、はい、子供から大人まで逆ですね、逆に言っただけ、はい、はい、お楽しみにいただけると思いますよ、はい、イベントとなっておりますので、うん、ぜひぜひ10月31日は、そうですね、高崎城ホールの方にお越しください、はい、お家族、お友達、お誘い合わせの上ですね、はい、来ていただけたらと思います。はい、ということで、はい、この後も続々といろんな番組、バラエティあふれる番組ありますので、はい、ご覧ください、はい、ではでは、バナナ TV。